近年、環境への配慮から敬遠されがちなプラスチックのストロー。しかし、こちらの医療機器メーカーでは、鼻に薬を噴霧する医療器具の先端にストロー。患者ごとに取り替えるといいます。感染防止っていうところと毎回拭く一手間を待つ。コロナ禍を経て採用する病院が増えています。このストローを作った会社が岡山県浅口市にあります。国産ストロー発祥の地、かつては麦の産地で麦わらからストローを作っていました。この町に本社を構えるのがストローを作って55年の柴瀬工業です。あの医療器具のカバーを作るなど、業務用ストローの売上高は国内トップシェア。まあ、分かりやすいので言えば保護キャップとかですね、いろんなところで見えない、特に見えないところでストローが使われています。医療向けだけでもこんなに。例えば手術の時、臓器や血管を掴んだり圧迫したりするこの器具、鋭い先端に触れて怪我をしないようストローで覆っています。こちらは PCR 検査での唾液の採取用、アルコール検知器の口で加える部分にも使われています。工業用途でバネやボルトの容器となるストローも。販売先は1000社以上に上ります。飲料用に脱プラスチックの逆風が吹く中、新たな収益の柱に育ちました。もちろんそこには難しさもあります。飲料用ストローに関して、飲みやすい状態に持っていて美味しく感じればいいわけであって、工業用とか医療用になると、ストローを何かにかぶせる、入れるとかですね、 0.1 ミリ狂っちゃうだけで合わなくなっちゃうっていう。直径 0.1 ミリの違い、見ても全く分かりませんが、これを作り分ける技術が。その鍵は自社で開発した製造機械です。この隙間から材料が出てきます。この真ん中のこの穴、これはエアーが出るんですね。この外側の輪から樹脂を押し出し、さらに真ん中の穴から空気を出すことで、中が空洞のストローを作っていきます。でここにエアーを出すと、ちょっとずつこう膨らんでいきます。今膨らんできました。このエアーの量の調節で太さを調節します。この空気の量を細かく調整することで、 0.1 ミリの精度でストローを作り分けているのです。空洞になって出てきた200度以上の樹脂は、水で冷やすことでストローに成形されていきます。 0.1 ミリの精度を守る最後の関門がこちら。レーザーセンサーで秒速2メートルで流れるストローの太さを測定。 0.001 ミリ単位の細かい誤差を見分けます。品質が何よりも最優先、効率よりも、もうより良い正確なストロー。かつては大手の下請けで飲料用だけを作っていましたが、契約打ち切りで経営危機に陥ったことも。工業、医療といった新たな分野を開拓したことで生き残りました。工業用、医療用ストローの製造はニッチな分野で、ここまで多様な製品を展開している企業は国内に他に見当たりません。競争の少ないブルーオーシャンを切り開いたと言えます。